石原慎太郎氏の予言。公明党は必ずあなた方の足手まといになりますな。がネットで話題。内容はこちら。石原慎太郎氏の予言が話題のようです。では、富士見の龍馬さんのツイートより内容を見てみましょう。富士見の龍馬。米中露といった大国にノーと言えた国士。政界を引退後も高齢を押して靖国を参拝され、日本の行く末を案じておられました。今更ながら石原慎太郎先生の予言通り、公明党は自民党の足かせでしかない。今こそ自民党は遺言と思って公明党と袂を分けろ。ご冥福をお祈りします。来たる4月28日に総理がですね、首相されたようで、主権回復の日というのを、天皇陛下のご来臨で行われるそうですけど、ね、結構なことのやつが、私から言わせると今更という感じがしないでもない。その、まあ、新しい政治家の諸君というのは敗戦後のですね、占領軍による屈辱的な戦後史というのを詳細みんな知らないと思いますし、まあ、その象徴のですね、憲法というのを私たちこれからですね、参議院でも大きな議題にしようと思いますけれども、自民党の有党の公明党の、党首は、これは今だにですね、そのこれが国民的なイシューとは思わないという発言をされているようです。昨日の新聞にも非常にこの問題についてはリラクタントな発言をされていましたが、私はね、この問題を乗り越えない限りこの国は本当に再生しないと思いますよ。自民党も再生しないと思いますよ。私ね、あえて忠告しますけど、必ず公明党あなた方の足手まといになりますな。ねえ、いや本当のこと言ってね、君ら反省しろよ。このところのですね、まさに基地外に刃物の対応をなしている北朝鮮の教師を見ますとですね、私たちやっぱり憲法というものを本気で考えなくちゃいけないという実感を国民全体が持つに至ったと思いますね。自民党は公明党と連立を解消すべきだと思います。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。元になってる。温帯の予言当たったな。ものの見事にその通りになった。中国非難決議を妨害し、電車内で不要なハングル文字を表示させているのも公明党。対中非難決議での文言修正は公明党が原因のようですからね。次はこちら。軽案、先見の明がありましたね。軽減税率、子育て世帯への特別給付金。確かに今だからわかる。あなたは正しかった。まさに先見の明ですよね。次はこちら。足手まといというか、かなり侵食されているのでは。9年前にこれ言われて何も成長してない事項。何も成長してない事項。情けない限りです。最後はこちら。本当に予言通りとなって、公明は中国の手先として立派に自民の足を引っ張るという役割を果たしていますね。なりましたね。絶賛中国に尻尾振ってますよ。公明党の媚び中政治は日本にとって大問題だと思います。結論、中国の人権侵害を念頭に置いた決議では、中国との関係が深い公明党に配慮し、中国と具体的に名指しせず、人権侵害や非難決議といった批判色が強い言葉も入れない対中配慮を重ねた文面となりました。まさに石原慎太郎氏の予言通りです。自民党はいい加減公明党と連立を解消すべきですよ。今の日本の政治はどこを見て政治をしているのかわかりません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。